一軒目はラコニーナ大宮八幡でございます。はい、こちらの施設は、お菓子メーカーである種屋さんが運営している施設になります。行ってわかったんですけど、施設がね、思ったよりもね、広い施設になっております。私もこの時一人で、行ったのですが、私以外にも一人で来られている方も何人かいらっしゃいました。カステラとソフトドリンクでだいたい1000円以内で収まる感じかなと思います。施設はね、見渡す限り自然の中で、緑の中という感じで良い感じがします。建物もね、ジブリっぽいんでいい感じかと思います。またね、一人じゃなくても家族で来ても子供たちも楽しそうに遊んでおりました。カップルとかで来ても楽しいんじゃないかなと思います。大宮八幡に来たらぜひとも来たい施設でございます。はい、おすすめポイント2カ所目は滋賀県高島市にあります、白髭神社でございます。はい、私が行った時ね、白髭神社に、夕方行きました。こちらは見ての通り空中に浮かぶ鳥居で知られてる神社でございます。朝とか夕方とかですね、いろんな表情を見せてくれるので、ぜひ朝とか夕方をねだって行ってみてほしい神社でございます。私が行った時は真冬でしたんで結構寒かったでございます。もう空気が澄んでていい写真が撮れたんじゃないかなと思ったりもします。滋賀県の観光スポットとしては超有名どころなので、行ったことがない方は行かれてみてはいかがかなと思います。滋賀県観光おすすめポイント3カ所目はアガリアンセです。アガリアンセというのは滋賀県おごとにございます。あのラーメンの天下一品の社長がですね、作った施設として有名なスーパー銭湯ですかね、というような感じになっております。特徴としましてはね、動画にも撮っておりますが、琵琶湖の見えるですね、ところにですね、リクライニングシートがずらーりと並べられててですね、とても広いでございます。はい、ここでですね、仮眠をとってたりですね、テレビを見てたりですね、漫画があるんで漫画読んでたりですね、いろんなことをして皆さん過ごされております。下手な観光地に行ってどっと疲れるよりも、ここで半日過ごしてね、ゆったりするっていうのも滋賀県を楽しむ一つの楽しみ方ではないかなと思います。私も琵琶湖を見ながら動画の編集をしておりました。もちろん食事所もついております。おすすめ観光ポイント4つ目は比叡山になります。比叡山は日本三大霊山のうちの一つでございます。日本三大霊山というのは青森県の恐れ山、滋賀県に京都にまたがる比叡山、和歌山県の高野山の3つになります。このうちの比叡山は延暦寺が中心になります。延暦寺は788年に天台宗の開祖である最澄により開かれたお寺になります。日本天台宗の総本山になります。アクセスは滋賀県側からは坂本からケーブルカーに乗って行くことができるほか、京都方面からも行くことができます。高野山もそうですが、この手のお寺というのはですね、行くだけでですね、すがすがしい気分になれるんではないでしょうか。景色もね、琵琶湖が望めて最高な気分になれる可能性も高いです。5つ目のおすすめポイントは琵琶湖博物館でございます。こちらの博物館は草津市にあります。湖沿いに面しており、とても綺麗な施設になっております。展示は大きく2つに分かれており、
前半は琵琶湖の周辺の暮らしとか琵琶湖の歴史などが学べる施設になっております。また後半は琵琶湖に住む魚などの水の中で生きている生物の展示となっております。こちらの展示がですね、国内最大級の淡水生物展示となっております。僕も琵琶湖博物館大好きで3年に1度ぐらいは必ず訪れているような博物館になっております。特にですね、ナマズとかですね、アマゴとかですね、普通のですね水族館では見られないような地味な魚がですね、あっちこっちの泳いでてですね、とっても楽しい水族館になっております。はい、皆さんもよろしければですね、琵琶湖博物館に訪れてみてはいかがかなと思っております。はい、いかがだったでしょうか。滋賀県の一人でも行ける観光スポット5選を紹介してみました。滋賀県はね、その他琵琶湖の近くに公園が無数にあります。こちらの中ではバーベキューやキャンプもできる公園もあったりします。一人でのんびりバーベキューやってみるっていうのも楽しいかもわかりません。それではまた違う動画でもお会いしましょう。しおみんでした。バイバーイ。